シルビア、ジョスリン・リュウェリン・デイビス、ジャック、ピーター、マイケル、ニコラスの五人息子を設けた。1898年、デイビスはディナーパーティーでバリーと出会い、息子三人がケンジントン・ガーデンズでバリーと頻繁に会う友人となっていたことを知った。バリーはデイビス家で過ごすことが多くなり、バリーはジョスリンと名付けたペットをデイビスに送るなどデイビスとバリーは親しくなっていき、 バリーとその妻メアリーと共にホリデーを過ごした。デイビスは息子たちがバリーとの友情を深めることを奨励した。1907年、夫アーサーが法の肉しで亡くなった。デイビス及び息子たちはバリーから経済的及び感情面での支援を受けた。バリーの離婚後、バリーとデイビスはさらに親しくなっていったが、結婚はしなかった。デイビスは 手術不可能な肺がんにかかり、1910年に亡くなった。死の直前、デイビスは、ナニーのメアリー・ホグソンが息子たちの世話を続けること、バリーが、これまでと変わらず息子たちを助けてくれることを願うと、記した。母エマ・デュ・モーリエ、兄・ガイ・デュ・モーリエ、アーザーの兄弟・グロンプトン・ルウェリン・デイビスと共に、バリーに、息子たちの貢献人となってくれるよう依頼した。 デイビスの死後、バリーは少年たちにデイビスと婚約していたと語ったが、ジャックとピーターはこれに会議的であった。1951年、三男ピーターは、デイビスの名のダフニル・モーリエの祖父についての書籍、ザヤング・ジョージ・ジュ・モーリエ、レターズ1860-1867を出版した。1978年、BBC はミニシリーズ、 ザロスト・ボーイズを制作し、アンベルがデイビス役を演じた。2004年映画ネバーランドでケイト・ウィンスレットがデイビス役を演じ、2016年8月21日までブロードウェイミュージカルファインディング・ネバーランドが上演されローラ・ミシェル・ケリーがデイビス役を演じた。バーキン、アンドリュー、J.M. バリーザロスト・ボーイズ。ありがとうございます。